どうも、地理大好き、七田式名所カード大好き芸人のキクリンです。ということでですね、ちょっと前に国旗カードね、七田式さんの国旗カードも使わせていただいて、なんと全120枚を全部出しちゃうという暴挙に出ましたが、今回はですね、この名所カードをお送りしたいと思いますね。まあ、世界遺産などを中心に入ってるカードなんですけれども、七田教育研究所さんからですね、ありがとうございます。ね、これでいいなと思った方はぜひ買ってください。で、今回はね、120枚これもあるんですけど、ただ全部見てみたらですね、あまりにもちょっと耳に覚えがないね、場所名所も多かったんで、そして逆に自由の女神とかね、簡単すぎるの出してもどうかなと思ったんで、今回はお送りいたしますのは、簡単すぎず難しすぎない名所カード厳選50問&マル秘謎解きクイズでございます。はい、50個に絞りましたね。その名所がどこの国にあるのかという、その国名を答えてほしいんですね。心の中で皆さんね、ポンポンフラッシュカードで出していきますので、そしてその流れの中で、前回の国旗カード120枚でもやったんですね。見てくださった方は分かると思いますが、ちょっとした謎解きの要素が含まれておりまして、最後の最後、動画の最後にですね、それに関する問題も出ますので、全部集中して見ていただく、分からなかった巻き戻して見ていただくとですね、謎が見えてくるというシステムになっております。それでは厳選50問、ね、この中からお送りいたします。早速参りましょう。今からですね、50枚ポンポン出していきまして、まず見せる、その名所の名前を言う、そしたらですね、国名を心の中で答えてくださいね。声に出していただいてもいいですけれども、で、私がはいって言ったらもう答え言っちゃいますのでね、それまでに国名を考えてください。いきます。グレートバリアリーフ。はい。オーストラリア。イエローストーン国立公園。はい。アメリカ。アブシンベル神殿。はい。エジプト。ケルン大聖堂。はい。ドイツ。ノートルダム大聖堂。はい。フランス。ベルギーにもノートルダム大聖堂あるけど、この写真のはフランス。エルミタージュ美術館。はい。ロシア。ね、国旗あるしね。モアイ像。もしくはラパヌイ国立公園。チリ。マチュピチュ。はい。ペルー。ガラパゴス諸島。はい。エクアドル。ボロブドゥール寺院遺跡群。はい。インドネシア。ナスカの地上絵。はい。ペルー。モヘンジョダロの遺跡群。はい。パキスタン。アジャンタ石窟群。はい。インド。カッパドキア。はい。トルコ。アユタヤ。ことアユタヤ。タイ。はい、タイね。アウシュビッツ。いわゆる収容所。はい。ポーランド。キリマンジャロ。はい。タンザニア。カトマンズ。はい。ネパール。ネパールの首都。テオティワカン。古都、古代都市テオティワカン。
はい、メキシコ。マサイマラ国立保護区。はい、ケニア、ね、いわゆるマサイですかね。はい、エンジェルフォールズ。はい、ベネズエラ。マラッカ、マラッカとジョージタウン、マラッカ海峡のコト郡。はい、マレーシア。アルカサル。はい、スペイン。サンタマリアデルフィオーレ大聖堂。はい、イタリア、フィレンツェにあります。はい、希望法。はい、南アフリカ。アルハンブラ宮殿。はい、スペイン。聖バシリー大聖堂。はい、ロシア、まあ、クレムリンですね。チャンドックン、もしくは聖徳宮。はい、韓国。オールドハバナ。はい、キューバ。ハバナはキューバの首都。オリンピア。はい、ギリシャ。ザルツブルク。はい、オーストリア。メテオラ。はい、ギリシャ。こちら、プラハ。はい、チェコ、チェコの首都ですね。カルナック神殿。はい、エジプト。クロンボー城。はい、デンマーク。コルディエーラの棚田。はい、フィリピン。ペトラ。はい、ヨルダン。イスファハーン。はい、イラン。サンスーシー宮殿。はい、ドイツ。シェーンブルン宮殿。はい、オーストリア。ポトシ銀山。はい、ボリビア。グランプラス。はい、ベルギー。ドゥブロブニク。ドゥブロブニク。はい、クロアチア。アドリア海の真珠と呼ばれる。はい、聖ソフィア大聖堂。はい、ウクライナ。サンティアゴデコンポステーラ。サンティアゴデコンポステーラ。はい、スペイン。ブダ城。ブダ城。はい、ハンガリー。ブダペストのブダですね。はい、セレンゲティ国立公園。はい、タンザニア。
ロス・グラシアス。はい、アルゼンチン。さあラスト2枚、イグアスの滝を挟む2国答えてください。イグアスの滝を挟む2国。はい、アルゼンチンとブラジル。ラスト、ビクトリアの滝を挟む2国。ビクトリアの滝を挟む2国。はい、ザンビアとジンバブエという50枚でした。はい、皆様、何枚できたでしょうか。結構ね、いい感じのね、難易度的にちょうどいいのを50問チョイスしたつもりでございます。さあ、ここでいよいよ謎解きの要素でございますね。かなりね、テクニック的にも不自然になってしまいましたので、気づいた人もいると思いますが、実は私、この50枚を出すときに、3回ほど、メガネをね、かけてましたね。メガネをかけて国名の答えを言ったとき、メガネをかけて国名を3回言ってると思います。その国名の頭文字3つを集めると、ある動物になります。その動物は一体何でしょう？というのが謎解きでございますね。うまくね、なかなかうまくできなかったんですけど、そのカウントするのは、これをして答えの国名言ってるやつですね。その国名の頭文字3つ探してみてください。ぜひ、巻き戻してみてください。はい、ということでね、その答えの方は、そうですね、その答えの方は、この前と一緒で、数日後にコメント欄の方に書きます。分かっちゃった人はもうコメント欄に書いちゃってください。答えの方も改めて私出したいと思います。ということでね、どうですか？このね、名所カード改めまして、七田式の、七田教育研究所さんから出されてます。Amazon とかで普通に買えますので。ね、もっと簡単なのも入ってますし、もっと難しいのもあって、今日出しただけでもあんな充実してたのに50枚ですけど、その倍以上120枚が入ってますので、ぜひ興味のある方はこちらの方ご購入ください。以上、七田式名所カード大好き、メガネをうまくなかなかできない、なんか閉まらないですね。以上、七田式名所カード大好き、キクリンでした。